えー、こんにちは、塾の久保でございます、まあ、我が家もね暮らしているといろんな不要品が増えてきて、まあ、例えばベビーカーとかねそれから子供用のベッドとかこういったものがちょっとね複雑ごみになってきてでこれね廃品回収とかでもなかなか持って行ってくれないんですよねでいろいろたまりましたんで不要品の回収業者さんにお願いしようと思ったんですがちょっと気になることがあるんですよね まあ YouTube の概要欄にお付けしときますので調べていただければと思いますけどもこちらの方10分ほどの動画になってますんでねまあネットで検索するとね検索上位の方に、まあ、広告がいろんな業者さん出てくるんですよでそこに不用品回収お得です安いですトラック1杯2万3万とか書いてあるんですよねまあそれで実際に頼んでみるとあこれはちょっと持っていけないですねこれは料金かかりますよこれはちょっとうーん まあ最初にお話した料金ではできないですとか言ってなんだかんだと言ってプラスアルファの金額を請求されて結局最初はね3万4万で済むと思ってた見積もりが実際に仕事を完了してみると15万ですっていうふうに言われるらしいんですよでも仕事も終わってますしなんとなく断りにくい雰囲気がもうできちゃってるんですよね、まあ、ある意味その業者さんと ちょっと仲良くなっちゃったところがあって、うん、ちょっと最初の料金と違うんじゃないですかって言いにくくなっちゃったりとか、まあ契約書は最初に交わすんですけども、契約書外のものをちょこ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 と作業中に言われて、それが後で修正されて、あの、こういうふうになりましたんで、とお話したようにこうですよっていうふうにね、最後上手に畳みかけられちゃって、まあ、納得できないまま払っちゃうってことがあるらしいんですよ。で、今回 YouTube のリンクの方には、 とってもねいい代表例があるんですけどもまあ実際に仕方なくお金を払っちゃったっていう方の証言が何件かまあテレビ局の取材でですね、えー、今紹介されてるんですけどもこれって結構怒るのかなとちょっと私は経験がないんですがこういった動画を見るとちょっと不安になっちゃってどこに頼めばいいのかなって思っちゃうじゃないですか確かにゴミの処理っていうのはいろいろとお金がかかると思うんですよで下手にね 安いところに頼んでその先で不法投棄とかがあると結局自分のものっていうのが分かった時に不法投棄したのは業者さんでも自分が不法投棄したっていうふうな疑いをかけられちゃったりとかねややこしいことになっちゃったりまあ何にしても自分の持っていたものが不法投棄のそういったあ問題物になっていたら気分が悪いじゃないですかだからちゃんと処理してくれるところを探したいですよねまあというところでねそういった業者さんないかなというふうな まあ動画でございましたえもしそういうところがね終わりでしたらご紹介いただければと思うんですが実はね私もねそういう時ねここに頼もうっていう業者さん実はいるんですよですので次回の動画では私の方からこの業者さんはいいんじゃないのっていうところを紹介させてもらおうかと思っておりますえそれでは今回の動画は以上です皆さん業者さんにちゃんと注意してくださいねネットで検索しても ちょっと変なところが出てくることってのは今多いみたいですそういう業者さんはクリーンに見えるように広告を出してそして取引の最初の段階ではとっても感じがいいらしいんですよでも最終的に言ってる金額が違うので前金制で仕事をしてもらうところとかねちゃんと自分がお任せしたそういったこう不要物がですね不法投棄の場所に行かないことをねなんとか確認できればいいですよね 逆に言うとですねそういったことをちゃんとしている業者さんはこれから伸びると思います例えば自分が回収した不用品はどこどこにこういうふうな形になってますよっていうふうにサービスの後で、で、まあ、LINE とかで写真が送られてくるとかね、うん、正規の処理場に持っていったところとかそれから最初に提示した料金からビタ、まあ、一も変わらないもしくは変わってもまあ何て言うんですかね数千円の単位みたいなね これはしょうがないんで、プラスですいません、リサイクル料金7000円かかるんですよ、みたいなのを、例えばネットで検索して、ヤマダ電機の不用品処理のパターンとかで、こうやって目の前で見せてくれるとかね、そうするとあ、あ他の有名な業者さんも、ちゃんとこれに関しては何千円取るのねと、それしょうがないよねっていう風に、納得済みでいくみたいなね。で、それで業者さんにも利益がないとやっていけないと思いますから、まあすいませんけど、これはね、うちが、あの、 まあ、ぼったくって儲けるわけじゃなくって、ちゃんといただかないと仕事ができない部分なんで、ご了承いただけますかね、みたいな感じで、お支払いを強要しないところですよね、うん。まあ、そんな感じかなと思います。その他にもいろいろとね、お話がありましたら、聞かせていただければ幸いでございます津田失礼します。